はい、皆さんこんにちは、渡るぐるぐしです。では今回はヨーロッパユニバーサリス4、新しくプレイをやっていきたいと思います。ご存知の方も多いかと思いますので、ゲームの、概要に関してはね、割愛させていただきますけども、いわゆるパラドゲーの中でも中世史を扱ったゲームになっています。で、タイトルの通り、ヨーロッパユニバーサリスっていうようにですね、主に中世のヨーロッパを扱ったタイトルになってるんですけども、日本とかもね、モッドを入れて拡張すると出てくるようになってまして、今回はですね、信長を使って世界を制圧しよう。新信長の野望と銘打ってですね、プレイの方をやっていきたいと思っています。時代は1560年6月12日。もうピンときた方いると思うんですけども、桶狭間の戦いが終わった直後ですね。なので、日本の様子を見ておくと、まず駿河、もちろん今川家健在なんですけども、今川はですね、義元が倒れた後ということになっています。なので、ちょっと外交で画面を確認しておくと、今川はもう氏真になってますね。で、一方、家康も独立して三河に大名として、一人立ちしたというところになります。一方、美濃の方はというと、義達ですね。斎藤義達。信玄は、なお健在。一応ね、春信という名前の方になってますね。では、ここでね、プレイの方を始めていきたいと思います。ヨーロッパユニバーサリス4。実は僕はね、昔からゲームは持っていて、ちょこちょこやってはいたんですけども、ハズワイヤンとか、信長の野望とか、そっちの方にばっかりやってたので、もう、ヨーロッパ、EU の方に関しては、だいぶ素人なので、皆さんからね、アドバイスいただければと思います。素人なのでといったものの、他のゲームも全部素人なので、変わりなくですね、皆さんの応援をいただければ嬉しいなというふうに思っています。じゃあ、まずちょっと収支から見ていきましょうか。収支。金がないと始まらない。これはね、何のゲームでも同じ、私生活でも同じですからね。ちょっとここから見ておきましょう。経済日を見ます。画面が少し小さいかなと思うんですけども、ゆっくり進めていくので、気になるところあればですね、動画の方で一時停止ボタンを押していただければと思います。まず収支がいきなりマイナスか。EU だともお金を獲得していくのってかなり至難の技だったと思うんで、いきなり収支がマイナスから始まるっていうのが痛いよな。まず艦隊の維持費は削ろう。陸軍はこの後いきなり戦争を仕掛けていきたいんで、お金は使います。陸軍の維持費はこのまま、結局陸軍の維持費下げると戦意が下がってしまって戦争で負けてしまうリスクが高まるので、ここは艦隊の維持費、海軍だけ下げて陸軍は現状維持、最高の維持費を払い続けましょう。でだ、次に見ておくとすれば、貿易だな。貿易も重要なお金のファクターになりますからね。今だと、どこに送るかだよな。金が一番入るところが間違いないんですが、日本でしょ？ここに、平田絵さんを送りましょう。もう一つ。個人的には北京に送りたいな。北京に送ろう。OK だ。これでお金がちょこちょこ入ってくるのを待ちましょう。で、ビューとか操作方法とかはプレイをしながらですね、必要に応じて、見ていきたいと思いますので、一旦時間をのんびり進め始めましょうか。画面の右上、ここで時間を進めたり止めたりできます。大名、我々はもはや独立していないが、将軍と天皇を再び認めている。まさに戦国時代という感じですかね。レーダー、どうなっている？スペイン、我々、彼らは我々に伝えました。コーヒーブーム、コーヒーブームね。僕もコーヒーは1日1杯から2杯ぐらいは飲んでますからね。どうでもいい話をいきなりし始めるので、もう本当にうんざりされる方は飛ばしていただいて結構なんですけども、コーヒーって美肌にいいという、一方で肌に悪いという情報もあるので、どっちなんだというのはあるんですけども、適量であれば、お肌にはいいんじゃないかと信じて1日1杯か2杯ぐらい飲んでますね。
で、そのコーヒーは自宅から水筒に持っていくように最近はしてます。昔はね、まあ、コーヒーショップで買ってたんですけど、結構出費になるんで、自宅からコーヒーを、まあ、持っていて、そこにコラーゲンの粉を入れて飲むようにしてます。まあ、どうでもいい話だと思います。で、コーヒーを飲むと、まだコーヒーの話続けるのかっていうところなんですけど、コーヒーの話で言うと、コーヒーって結構歯がね汚れていっちゃうなと思うんで、コーヒーを飲んだらリステリンとセットっていうね、ことしてるの、もし参考になれば、なる方あまりいないと思うんですけど、参考になればいいなと思います。で、コーヒーブームの話、スペインから来てますね。で、ポルトガルからは三角貿易。ヨーロッパはね、フランス、パリしか行ったことがないんですよね。ポルトガルもね、スペインもね、まあ、情熱の国のイメージがありますけど。さて、ダカット。え、マジか。奴隷の価格は1821年までの間 50% プラス、ダカット 90.58 獲得。ダカットっていうのは、まあ、お金のことです。で、海鮮自由。まあ、しょうがないね。まあ、海鮮自由なく戦争を仕掛けると、まあ、威信が下がるというところですね。さて、では、ポップアップ出てるので確認しましょう。今川からの同盟か。意識。まあ、意識からの同盟は一旦受け入れるでしょう。徳川からの同盟も受け入れる。で、上杉からも同盟を受け入れましょう。で、今川からも一旦同盟受け入れよう。目下の目標は伊勢。ここをね、取っておきたいなと思うので、三河、それと駿河、まあ、今川ですね。こことは一旦、戦争をしたくないので、まあ、乗っかりましょう、これに。生産研究の欠陥と、我々の生産における新しい技術に欠陥があると噂されている。どんな欠陥など。いくつかの有力貴族はそれらを捨て、古いやり方でかつて試した方向に戻るべきだと主張。いやー、信長だからね。仮にも信長であれば、まあ、こういう古き悪しき考え方は一周一掃するでしょう。彼らを無視しましょう。一心中を失う。序盤のこういうの本当痛いんだけどな。信長の生き方をね、信長が見た世界への野望、そのために無視しましょう。で、今狙ってる伊勢なんですけど、北畠が今3000の兵駐留させているので、この3000の兵が出払ったら、その瞬間に一気に軍を送り込みましょう。まずちょっと序盤なんでね、時間をまったり進めさせていただいています。いや、なんかいきなり軍みんな動かし始めてるな。歩兵しておきたいんですけど、お金のね、身入りが全然ないっていう状態は変わらずなって、下手に動くとね、一気に金がなくなって借金まみれになるということを考えると、陸軍をまあちょっと一個だけ防衛しますか。陸軍の防衛はここでできます。陸軍ユニットですね。で、今だとアジアの重兵、もしくは騎馬武者、あとはまあいわゆる大筒兵ですかね。基本の維持費がどんだけかかるかで、一番安いアジアの重兵をちょっとじゃあここで歩兵しておきましょう。で、今川から政略結婚か。徳川からも政略結婚、意識からも、いや、ここはまず徳川からの政略結婚を受け入れて、というか全員政略結婚を受け入れよう。とにかく今は京都を抑えることが最優先だ。敵は少なくしようという話をしていたら、早速北畠が兵を動かしたね。どこに出す。北畠は摂津に到着か。ということは、この間に我々は伊勢へ進攻しましょう。外交、宣戦布告、首都伊勢の獲得です。で、同盟国すべて呼び出す。山名も呼び出してもらって、山名ごと一挙に伊勢を平らげましょう。戦争する場合結構単純で、もうここにいる軍、今4000の軍、信長は持ってるんですけど、これを出します。これだけですね。で、今将軍ジェネラルいないので指揮官なしになってしまってるんですけど、武将が入ってくればそれをねアサインすることができるということになっています。
で、今、信長の軍が最初に到着してますね。これが 100%、今、ちょっと画面見づらいと思うんですけど、57% になっているところが、100に、プラス100になれば、攻略完了ですね。で、北畠軍は今出払っていたので、敵との野戦なしという状況です。で、応仁の乱。ちょっと読みますか、応仁の乱は。北畠と我々との間の緊張は制御不能なもととなり、我々がそれを解決するためには戦へと向かう以外の選択肢は残っていなかった。まあ、北畠がいないイルスを狙った戦争ではあるんですが、この波及効果は日本列島全土で感じられ、我々に従う大名たちが味方につき始めており、同盟が威力を発揮している。そうだね。さっき同盟でね、最初にスタートした時に同盟を結んだ各国の大名たち、続々と今伊勢の方に集まってきてくれてますからね。まあ、応仁の乱時代は、そもそもこれよりも100年ぐらい昔に起きた話ではあるんですが、まあ、これは、EU 方の脚色というか、その、味付けだというふうに思って楽しみたいと思います。で、これを行うと、京都の州を取ることによって幕府を引き継ぎ、すべての大名たちの君主となることができる。なるほど。1590年までに京都を抑え、1582年に本能寺の変で信長が倒れるわけなんですけども、1590年までにそれがあればと、そういえば全然違う話になりますけど、あれですね、キリンが来る、エリカちゃん捕まっちゃいましたね。サワリチリエリカちゃんはね、可愛いんで大好きだったんですけども、ちょっと残念ですね。後任の新しいキャスティングされた女優さん、全く知らない人なんですけど、応援はしたいと思います。大河ドラマは、ほぼほぼ全シリーズ見てるんですけど、まあ、幕末、あと戦国期は見てます。であと、平安時代とかね、まあ、そういうところも、まあ、見るようにはしてるんですけど、申し訳ないんですけど、今期やっていた、近世っていうのかな、それに関してはちょっとね、どうだろう。一回も見てないんじゃないかな。タイとか遊び、外国、海外に遊びに行った時にやることがなさすぎて、ちょうど NHK プレミアムとかで、放送されてるのは見たことはあるんですけど、シリーズを見ようという観点で見たことは全くないですね。さてと、じゃあどうしようかな。雇用っていうのでね、確かにプラスのボーナスいろいろあるんですけど、これ金がかかるんで、この金を今払う余裕はないんですよね。なのでちょっとここは我慢しましょう。さっきまでマイナスホニャララだったのが今 7% になってると思うんですけど、これがね 100% になればこの伊勢の制圧が完了するということになります。お、ここでいきなり中国の話をぶっ込んできたな。これで言うと、州の不穏度がマイナス1。ああ、州の不穏度が下がるのはありがたいな。我々の家臣の一人は我々の地方の一つの宮殿に、古山水の、庭を築くよう提案。印象的な、石庭は長年にわたり我々の実力にとって文化的な看板になるかもしれない。ということですね。ちょっと待って、今、一揆が起きている。ちょっと待ってね。ちょっと待って、何が起きてるんだ、この戦い、一向一揆が起きてるんだ、一気持ちの国になるのか、ミノが、それはないだろう、ただ、これでミノを取れるチャンスにはなりますよね、一気持ちの国になったら、一気を撃破すればいいだけだからね、時の一向一揆、しかもその数、1万、我々の全勢力をもってしたのに。そこをどけと言えないほどの圧倒的な一騎の兵力数だ。まずは伊勢を取って美濃を取って上洛への道を切り開きたいんですけど、京都に駐留している、足利の幕府軍を見ると、これ、1万6千ですね。いやー、この1万6千は難しいぞ。まあ、信長がね、この京都に入って京都を制圧すれば、
まあ、幕府が開けるということで、まあ、いわゆる織田幕府になるんですかね、なると思うんですけど、実際に信長はね、本能寺の変の直前、三職推任ということで太政大臣、関白、そして征夷大将軍いずれかに就任するように、まあ、要請があったとも言われています。で、信長がね、それにどう答えるかっていうのはね、もうわからない話になるんですけども、ここでは京都に入れば征夷大将軍、まあ、つまり幕府を開けるというイベントがさっきね、ご覧いただいた通りになっています。で、まずそこを第一目標にして、日本の王になった後に世界へと目を向けていきたいので、なるべく早くですね、この日本を制圧しておきたいと思います。ただね、お金がないっていうのと、ある程度勢力が大きくなると、まあ、いわゆる反信長連合、まあ、信長に限らずですけど、勢力が大きくなると、まあ、それに対抗する連合が結成されてしまう傾向が EU だとかなり強いので、本当にね、綱渡りというか、情勢状況を見極めつつプレーはしていきたいと思っています。では少しここで時間を早めていきましょうか。時間を早めるのも画面マップ右上の方にあるこのプラスマイナスで早められます。ちょっと一旦時間をまた止めてと、ここは税の話だな。お金をね、今マイナス27、40ぐらいで始まったのがもうマイナス27なので、どうしようかね。我々の支配下にある個人的な領土の一つは、依然として戦国の米の穀物に優れた税を払う義務を負っている。戦国税か。債務者は徴税人とのやり取りを通じて彼の領土が過大評価されており、税を支払う余裕がないと主張している。我々は借金の全部または一部を免除することができるが、我々が金を使うことになる。いや、それは無理よ。それは無理。お金ないもん。で、借金の一部を許す。いやー、それは無理よ。金は払ってもらう。すまん。金がないんだ、今。金を払ってもらうよ。もうね、金を払わず逃げるなんてのもできないですからね、世の中。まあ、ラジオとか、他の動画とかでもお話してると思うんですけど、まあ、ちょっとね、子供が欲しいなと思ってるんですけど、今僕は 2LDK の家に住んでる。子供ができるとやっぱ 3LDK 欲しいんじゃないかなと思ってて、まあ、とはいえ今のマンションかなり気に入ってるんで引っ越しもしたくないし、同じマンションの中で 3LDK の物件空きが出たら買いたいなと思ってるんですが、そんな金もないしっていう ね、世の中お金がね、全てですからね。あ、では伊勢の戦いが終結しています。さて、どうしようかな。一旦この伊勢は全てを平げましょうか。伊勢をこの信長の領土に組み入れましょう。まあ、拒否はされないかなと思います。そう、北畑が拒否する。マジですかい。まあ拒否するならしょうがないよな。一回確認するのも無理だしね。4月11日まで、送り込めないということでね。新たな死者は。いや、この伊勢をね、制圧したものの領土の中に組み入れることができなかったっていうのは結構痛いな。これができれば、美濃に今出撃してきている一騎勢を叩いて、美濃をね、我がものとするチャンス到来かと思ったんですけど、ちょっとそういう状況にならなそうですね。山田をね、どうするかだよな。山名に関してはただ今今川徳川軍もろもろ入ってくれているので、ここに我々の軍も送り込みましょう。こ
これで一旦待ちます。信長の経済改革、素晴らしいと出てるので、ちょっと中身見ましょうか。そもそも何の効果、重商主義1、外交力75、統治力75。いやー、嬉しいよ。嬉しいんだけど、まあ、お金が欲しかったですね。お金が欲しかったです。しょうがないです。では、また時間を進めていきます。どうするよ、この一揆を潰したいんだけどな。できれば、またね、伊勢だけでも取りたいので、外交で伊勢だけでもくださいなと。送りましょう。よっしゃ。拒否するか。まあ、やっぱり山名のね、ここの、領土を食っちゃわないといけないんだな。丹波を取って、その後、和平交渉をしましょうか。で、駐留軍をね、外せないので、その間までなんとかね、一騎勢が持ちこたえてくれてれば、一騎を潰して美濃を一気に平らげるという作戦ですかね。では、また時間を早めていきます。のりまさ、上杉が死亡。いやー、懐かしいなー。上杉のりまさの土下座外交物語みたいな趣旨でゲームやりましたよね、昔ね。このまま行くとでも本当に一気持ちの国になっちゃうなー、見るの。さて、海賊討伐の話だね。日本人の海賊集団が中国、朝鮮の両海岸地域だけでなく、我が国の中地域へも襲撃を起こしている。海賊行為を取り締まる方がいいよね、どう考えても。ちょっと時間止めますか？複数出てきてしまったんで。で、金を失うはないわ。そうなると取り締まりしましょうかね。金はね、もう本当に重要なんで。さて、軍事改革。信長は我が国の軍事組織の徹底的な見直しを開始。士官は依然とした貴族から登用されているが、農民や町人は他の階級に徴収されていると。これでね、秀吉とかが出てくる。まあ、その、まあ、ゆえんというかね、要因につながったんだと思うんですけど、まあ、実際にはもう、この1561年になっているので、秀吉はね、すでに信長の家臣団に入っていたんじゃないかなと思います。では、それぞれの効果を見ましょう。まず、軍事力200を獲得、陸軍だけの改革ですね。海軍だけ獲得。さらに、海軍と海軍両方やる。まあ、これ今欲しいのは陸軍だよ、陸軍。陸軍の士気プラス 20% はでかいから、ね、とりあえず日本の統治、制圧を最優先したいので、一旦陸軍に特化しましょう。この一気強いよな。本願寺と一気になってますけどね、一気の首謀者。持ちます、本願寺。本願寺持ちますみたいになってますけど、これをなんとか持ちこたえてる間にね、サクッと我々が攻略を完了できれば一番いいんですけどね。で、本願寺と戦うと。本願寺がだって美濃取ったりすると非常にめんどくさいことになるからね。さあ、要求を送ります。拒否か。断固拒否してくるね。ここで時間をあまり使いたくなかったんですが、まあ、ちょっとしょうがないかな。でね。集権者。天は自身を開き、外の雨は遠くの屋根に音を立てて落ちている。なんか、詩的な感じがしますね。さて、選択肢は、いやーもうお金失うわ、だから無理よ。統治力を失ってでも金はなんとかキープしなきゃいけないので。では、丹波攻略戦終わってまーす。丹波の方の攻略戦が終わっているので、
両方とも我が領土に組み入れましょう。OK だ。これで2つ丹波と伊勢を切り取ったということになりますね。これで、我々としてはね、2つ伊勢と丹波取ったんですけど、特に丹波に関しては、遠く離れた飛び地であるので、これをね、あまり頼みにするわけにもいかないでしょうというのがあるので、やっぱり美濃の切り取りを先に始めていきたいと思います。畠山。OK。では、ちょっと今回短めですけども、切り替えてここまでにさせていただいて、次回はですね、美濃で起きている本願寺の一揆、この動きを、注視しながら、隙あらば、美濃攻略を行っていきたいというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。